沖縄の夏も終わりだな。ニーニー、家族でお出かけしたいね。うん、楽しい思い出作りたい。今日の A ランチは子連れで楽しめるスポットにお出かけ。広々したキッズスペースのある島豆腐カフェ。料理、木工、絵画、子どもの好奇心を育てるさまざまな体験、我が子の成長ぶりにパパとママは感動。家族で素敵な夏の思い出を作ります。土曜のお昼は A ランチ、お願いします。僕一家でございます。それでは長男から自己紹介お願いします。長浜紀信です、よろしくお願いします。続いて長女、長浜紀子です、よろしくお願いします。しそして妻と次女、長浜紀香です。と長浜紀香です、お願いします。はい、ということで私長浜ひろともブーブーが家族で出演ということで、すみません、ひろさん、すみません、ひろ、まさか家族でテレビに出れるとは。よろしくお願いします。ご一家総出でありがとうございます。すみません、よろしくお願い。奥さん、なんか変なとか言わないでください。いや、ありがとうございます。来たのは道の駅宜野座でございます。ここ最高ですよね、うん、施設内にはいろんなものがあります、地元の特産品や新鮮野菜、うん、駐車場も広いし、なんと、ね、電波もしっかりあるんですよ。あ、素晴らしい。すごい快適です。で、阪神タイガースのキャンプ地でもありますから、グッズなどがいっぱい展示されてるんですよ。で、子供たちに大人気、こちらですね、ギーノくんランド。そういう名前なんだ、ここ大きい。ギーノくんランド、そうなんです。ちょ、ごめんなさい、知らなかったわ。それ遊具がね、めちゃくちゃいっぱいありまして、ね、子供たちはもう止まらないです。ほんと楽しいよね、これテンション上がりますよね。みんな楽しい。めっちゃ楽しい。風が気持ちいい。いいね。はい、で、迷路みたいになってるところもあれば、本当に滑り台もいくつもあるんですよ。あるよね。これ大人はちょっと疲れるんですけど、子供はちゃー走りで、地面もちょっとソフトなんですよ。わかる、ね、柔らかいよね。いい、すごい。だからちょっと転んでも安心みたいなね、のもあります。はい、そしてこれ一番長い滑り台、これ子供怖がるんかなと思ったら、行く行くって言って、うん、で、スピードどんな感じなんだろうと思って怖かったんですけど、止まってない、きっと。歩いてるな、これ。歩くの嫌だ。歩くの嫌だ。歩いてたもんな。滑らずこう足で歩いてたもんな。これ生地の問題ですから。ジーパンだったから。お兄ちゃんほら、スーッと。ちょっと体重の関係もあるかもしれないです。スーッと、はい、で、あの2歳の次女も遊べるこのキッズルームもあるんですよ。こういうとこもあんだ。そう、雨の日も利用できますし、かわいい。あのね、このおもちゃもいっぱいあるんですけど、うんうん、クーラーがすごい効いてるんですよ。あ、すごい大切。クーラーも効いて電波もあるんですよ。あ、もう電波があるのも大切。しかも保護者無料ってちょっと。そうなんです、子供だけの料金で。すごくいいじゃないですか。で、はい、こちら宜野座の醍醐味といえばこちらですね、水遊び場。お風呂入ってる。お風呂入ってない。遊んでるんです、子供たちと。で、30分にね、8分間こう噴水が出るんですよ。これすごいテンション上がるじゃないですか。わかる。で、大人ももちろん遊べますし、あのシャワー室とあの更衣室があるので、あ、そっか、時間だけあれば、うん、本当に濡れちゃってガンガン遊べちゃう。かわいい。これね、やるよね、みんなこうやってね、やっちゃいますよね、うん、楽しいだよな。気持ちいい。最高。本当にこの嬉しい、喜んでるのがたまんないですよね、子供たち。あ、やべやべ、虹出てるよ。本当だ。キカ、うい、そうよね、奥さん、そうよね。女性はね、この化粧とかありますから。で、浸水もほら、本当くるぶしぐらいまでしかないから、ね、安心なんですよ。で、たくさん遊んだらお腹空きますよね、うん、2階にバーガー屋さんがございます。美味しそう。こちらもね、地元宜野座村産の照り焼き、うん、黒糖ですね、純黒糖を使った照り焼きバーガーセットでございます。どんな感じなんだろう。キシンがね、長男がこのバーガー頼みました、うん、で、まあ、大人向けだけじゃなく子供向けのメニューもございます。いいね、いいね、はい、
このクラムチャウダーがね濃厚でね、大人も好きですし子供も大好きな味です。いいですね、いいですね。せーの、いただきます。めっちゃいい匂いです。テンション上がってる。いただきます。食リポ似合ってるよ。また、あ、いいね。わんぱくな一口だな。こういうの欲しかった。あ、美味しそう、美味しそう。うまい。親がとっても楽しめる場所、とっても子供たちもいつもよりめっちゃキラキラ笑っててとっても良かったです。はい、はい、子連れで楽しめるスポット、この後もまだまだ紹介します。長浜きしんです。続いてはこちら、キレできた家具やおもちゃがあるそうです。楽しむぞ。楽しむぞ。楽しいレポートですね。まあ将来プロ野球選手か、まあプロゲーマーになりたいと言ってました。芸人ではないって言ってましたね。父ちゃんの背中じゃなかったんだ。そうなんです。はい、こちらはですね今年4月にオープンしたお店、ウッドクラフトサニーと言います。4人の木工職人が共同で、経営しています。木のおもちゃや家具などを販売していて、まあ、手作りの木のおもちゃってなんかぬくもりというか温かさを感じますよね。かわいい、エイサーだし。ちょっとブーブー何をやっている。誰しブーブー。そう、なんか急にブーブーって言うようになって。すみません、すみません、はいはいはい。あ、いいね。なんかもうお互い演者のように歩いてて、はい、みんな来て。カメラを意識したコメントをやっとして見てない。結構はい、前前なんかまあみんなでなんかやろうぜ。ちょうどほら、日和が5つあったんで家族みたいに歩こうぜみたいな、ちょっといい絵撮ろうぜみたいな時間になった。カメラマンさんも、今どれ撮ればいいの、どっちみたいになってます。これめちゃめちゃグダグダになって、なんか後ろは歩かない、前は押さない。うまくいけばね、オープニングとかで使えたかもしれない。失敗失敗ってなって失敗。一旦解散したわけね。で、可愛らしいね、こういうおもちゃもあるんですけども、これもお隣で作ってるんですよ。そうなんです。でやっぱり一人でねこういうのやると大変ですけども、みんなで共同してこういう大きい作業台を購入したりして、みんなで使ってるという感じですね。いいねこれね。そうなんで本当にいいんですよ。で、あの不定期ですけどもワークショップなどもやってます。へ、まあ、木の魅力を子どもたちに伝えたいということでですね、やってます。めっちゃいい。イベント以外でもやってますんで、電話で予約したりすると体験できます。素敵。で、キシンが体験したのは木の枝ボールペン作りということで、もうガジュマルの木なんですけども、本当にこの敷地内に生えてる木を取って、生の木、本当生きてる木を、これいいですね。で、好きな枝を自分で選んでっていう形でペン作りです。このワークショップ終わった後もね、その他植物とかね、上手です。あ、上手ですか。これっていくつぐらいの子供から参加できるんですか。一応6歳以上からっていうことで、受け付けてます。6歳未満の場合は保護者の方が一緒にやって、あ、一緒にやりながら、はい、めっちゃいいなこれ。こうやってヤスリで削ってソフトにして持ち心地が良くなるように、でペンをこう刺すと、まあ、ほぼ完成なんです。すごい。でも木の枝とかも選べて、形もいろいろ個性が出たりします。そしたらさ、大切に使うね。そう、子供もね。で、キコは、キーホルダーですね。これも木のキーホルダーの素材、元の形もいろいろいびつになってるので、好きなのを選んで。なるほど。あ、絵かわいい、上手。絵でもいいし、メッセージでもいいんですよ。で、先生がこう焼き印というか、こう上で焼くので消えなくなるのです。かわいい、これ。はい、いいですね、味があって。いい、本当20分ぐらいでできます。本当、結構気軽に楽しめるのね。キカって書いてありますね、妹用に。お姉ちゃん、はい、キコ作ってみての感想を教えてください。ワクワクしたし楽しかった。楽しかった、よかった。いつも学校でできない体験やいろいろな体験して、ドキドキもしたし楽しかったです。キカ、お母さん、いいですよね。これ今お姉ちゃんからキーホルダーもらって喜んでます。喜んでるよね。さあ、カメラマンがおじさんだったからちょっとビビって。はい、続いては広々キッズスペースがあるカフェに行きました。そしてなんと油脂豆腐チャレンジもしましたよ。土曜の昼は A ランチ。今日の特集は家族で夏の思い出作り。長浜紀子です。今日来たカフェはこちらです。上手。
可愛いですよ ね、まあ、将来の夢はお花屋さんと顎描いてる顎描いてるお花屋さん、彼女も芸人にはなりたくないと言っておりました。はい、石原町にありますカフェソイラボさんに来ております。広々ゆったりしたキッズスペースです ね。でおもちゃや絵本もあります。すごくないカフェですよね、これお二人たまんないんじゃないですか、これ子供たち楽しいでしょう、そうなんですよ。またですね、授乳やおむつ替えができる個室なんかもあるんですよ。充実してる、ね、優しいよね、はい、こんな感じであるんですよ。素敵ですよね、めちゃくちゃありがたい。これね、でこれオーナーにどうしてこんなお店にしたんですかとお聞きしました、はい、地域のママさんのコミュニティの場になれればなと思って、こういう広々としたなんか公民館みたいな感じでなんか人が集まれる感じにしたかったので、こういう広々としたキッズスペースを作りました。これもありがたい、これもあのすいません、大もう視聴者を代表してありがとうございますと。そうです、オーナーさんすいません、こういうお店、はい、本当にでこちらのお店で出てくる料理なんですけどもはい、はい、あのこちら見てください、覚えてます、豆腐なんですけど、 A ランチで一度取材をした池田食品さん、はいはいはい、先ほどご主人さんが池田食品さんのオーナーさんなんですよ、はい、だ新鮮で美味しい豆腐料理がこちらで食べられるんですよ。はい、存じておりました。あ、存じておりますか、私この二人の結婚式の司会してるんで。あ、そうなんだあ、そうかそうか、そうなんだ。この料理も全て豆腐だったり、あの豆乳が使用されています。だヘルシーなのにこのボリューム、だからさ手も込んで美味しいわけ本当にね、だからさでキッズハンバーグ、こちらも子供用のハンバーグですけども豆腐も入ってます。あ、いいね。であの離乳食もサービスで無料で提供しますので、マジめちゃくちゃいい、はい、頑張らせていただきましたありがとうございます。そしてこちらのオムライスも豆乳入りです。どうですか、カメラ向かって、めっちゃうまい、美味しいか、いただきます。うまっ、卵の甘みと豆腐の旨味、おいしい、めっちゃふわふわ、とろとろ、いいね、おいしいかも食べてる、おいしい、上手だ ね、 そうそうね、食べるの上手だね。これあのなかなかなか子供連れで行くお店が少ないのでこうやって座敷もあって、おもちゃもあって、ご飯もゆっくり食べれるっていうのがとってもいいと思います。はい、家族みんな大満足。そして予約すればオードブルもありますので、お家で楽しむこともできます、うんうん、そして油脂豆腐作り体験もしました。これも予約するとできますので、そうなの、はい、特別なわけじゃないです。予約したらできます。しかも大豆からやるんですね。そうなんですよ、僕もあの息子と夏休みの自由研究で豆腐作りやったことあるんですけど、うんうんうん、それはお店で買った豆乳からスタートしたんですよ。ただここは池田食品さんという、そうだね、豆腐屋ですからね、あるからもう美味しい大豆からこう豆乳を作って油脂豆腐を作るということができるんですよ。お父ちゃん頑張ってます。これね、先生がいろいろちゃんと教えてくれるからうまくできるんですけど、うん、お家でやったらもう全然できなくて、あ、そう、難しい、難しいんですよ、意外と、まあ、これで、まあ、15分ぐらい置くと完成。あ、まあ、時間によって、まあ、硬さだったり緩さが出ます。これ緩い感じで仕上がりました。家族みんなでいただきました。うん、美味しいですうまい、豆腐の味する豆腐の味するよね、これ味も何もなく本当にマジでうまい、あーよかったの大成功よかったいや家族みんなでね、本当ゆっくりくつろげるカフェでした。ご飯も本当美味しいですから、ね、美味しそうだった。次はこちらのアトリエです。かわいい、かわいいなこいつら、これたまらない、こいつらかわいい、かわいい、ね、親バカじゃないですよね、わかります、大丈夫、ちゃんと V 振りもずっと素敵な親バカがごめんごめん、紹介させて紹介させてはい、はいはい、続いて訪れたのはですね、沖縄市にありますフィンガーペイントアーティストゆかこさんのアトリエ兼ギャラリーです。もうすごいですよね、こちら、こちらの作品はですね、すべて手を筆を使わず手や指で描いてるんですよ、素敵、なんか躍動感があってこう、うん、なんか生き生き温かさも感じますよね、感じられますね、はい、フィンガーイベントの体験ができるということで
見学させてもらいました。こうやって音楽流しながらやるんですよね、うん、でゆかこさんは兵庫県出身で14年間介護の仕事をしていました、うん、小さい頃から画家への夢はあったそうですが8年前に沖縄を訪れた時生命力のあるガジュマルの木と出会い、まあ、生き生きとした絵を描きたいと、手や指を使って描くようになり沖縄を拠点に活動を始めたそうです。そうなんですね。このように音楽に本当に乗って思うがままに描くという、素敵。この作品は僕ら長浜家ブーブー家を見て描いたんですよ、インスピレーションで。とってもあったかい。だからブーブー見てうん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 、これだっていう、ブー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 ヒージャーってなったんだ。あ、違う、ヒージャーでは表現しやすいのがやっぱ手だと思ってます。で、心と手ってすごく伝わりやすくて、例えば背中をかざすだけでそのぬくもりが伝わったり、こう表現しやすいものの一つの手段かなっていうふうに思います。はい、今回はですね3人の子ども3人ですね、それぞれ体験してもらいました。まあ、子どもが使っても安心の絵の具を使ってますので、はい、あ、それ超ありがたい。お兄ちゃんとお姉ちゃんはすごく悩んでたんですけど、まあ、一番チビはもう自由にわーって言うんです。だからテーマが自由に描いてっていうのだから、しかもさ子供ってこんな絵の具をさ素手で触らせてもらえる機会ないよ。そう、ダメだよダメだよって言われる。すごい悩んでる。自由に描いてというこの自由がわからないんですよ。なるほどね。でもなどんなすればいいかわからない、とりあえずやってみようで起心を始めました。でキーコも悩んでたんですよ。悩んでるね。で何描くのかなって思ったらこういうふうにファーッと、あ、すごい、聞いたらこのギノザ村で見た虹がずっと頭にあったみたいで、またあれなんかアーティスティックな動きしてるよ。そう、虹スタートなんで、もうキーカーはもうベタ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 。いや、これがまたいいじゃない。いいですよね、こういう五感に訴えかけるというか、こういう体験ってなかなかできないですから。ないないない。線の描き方とか枠にこうとらわれない描き方、もう子どもさんの感性は何だろう、無限に素晴らしいものがもうあるから、もう止まらない、自分でも止められない、うん、すごい、止めたら何か書きたくてしょうがなくて。何じゃあ確かに今どういう感情で書いてるの、キシンは。自分で心に書いてる、うん、あら、ちょっとアーティスティックな一面が、ね、ゆかこさんはこれまで子どもたちを笑顔にしたいという思いから学校や施設を回りワークショップも開催しています。素敵、いいね、素敵な、ね、活動ですよね、とっても素敵。はい、子どもたちの絵完成しました。かわいい。あのこっちは草で、うん、こっちはでっかいお花で虹があって、あの変わったお空、行き詰まった末にリンゴになる。行き詰まった、いや、いろいろ書いてるうちにね、うん、書いてるうちに、うん、行き詰まってはないよな。上手、コメント力もまた ね、 ね。はい、そして2歳のキカも完成しました。こちらキカが感じる親の色、すごい、かわいいな。こういうふうに美しい色に映ってるんだなと僕は見て感じ取れましたね、うんうん。あ、この辺はあれだね、お母さんの厳しさを。あとはもうほとんど青とかお父さんのね、優しい感じが出てます。いいように言いますね。本当にありがとうございました。ありがとうございました。いや、本当 いろんな思い出ができました。だからね、子供たちと一緒に遊びに行くと、こう今まではお世話してたけど、うんうん、大きいお兄ちゃんお姉ちゃんも手がかからなくなって、逆にうわ大人になってるな、成長してるなって寂しさもありましたね。なるほど、そうだよね。